土井万水の共造、土井万水から1952年10月19日は、日本の詩人、英文学者。本名、林吉。もともと、生の読みは、土井だったが、昭和初期に改称した。男性的な漢詩長の詩風で、女性的な詩風の島崎藤村と並んで、藤番時代と称された。また、滝連太郎の作曲で知られる。 工場の月の作詞者としても知られ、高歌、良歌なども多く作詞した。先人君の文工生でも知られる。英文学者としては、ホメロス、カーライル、バイロンなどを翻訳している。1871年、仙台県仙台の北家事町に、裕な七夜の土井林七、愛の長男として生まれた。父は、巨カオルとゴーシ和歌。 徘徊などの文学趣味を持ち、祖母伊勢も和歌を作っていた。8歳で、マスネ小学校に入学。同校在学時に、父の影響で、水古伝、三国志18史略に親しみ、身体師匠を愛読した。祖父の、商人に学問は無用という意向により進学を阻まれたが、家業に従事しながら、英語の通信教育を受けた。 1887年に、斉藤秀三郎主宰の仙台英学塾に通学を許され、後、第二高等中学校に入学し、吉野作造と交友を結ぶ。1894年に、帝国大学英文化に入ると、英語のほかフランス語、ドイツ語、イタリア語、ギリシャ語、ラテン語を学ぶ。帝国文学編集委員となり、 1896年12月号に、紅葉青山水急流を発表し、以後、帝国文学、反省雑誌に詩を発表する。大学卒業後1897年に、幾分館中学校に就職。1898年には、カーライルの英雄論を翻訳出版。1899年には、高山貯牛の働きかけで、第一詩集。 天中城観光。この2年前に若菜州を発表していた島崎藤村と共に藤番時代あるいは番富士時代と呼ばれた。また1898年に東京音楽学校から中学小歌用の歌詞を移植され工場月を作詞。同校がこの詞につける曲を公募し、滝蓮太郎の曲が採用され、1901年に 工場の月として、発表、中学唱歌集に収められた。1900年に母校である、第二高等学校教授となり帰郷翌年に、第二詩集、行賞を発表し、二校を受任して、ヨーロッパに留学。1904年に帰国し、翌年に二校に復職、同校校歌を作詞した。詩集、東海有古銀などを観光後。 対象期はむしろ英文学者としての活躍が見られる。1924年には、バイロン没後100周年を期して、チャイルド・ハロードの巡礼を翻訳刊行。昭和になってからは、ホメロスの翻訳に打ち込んだ。1934年、二コ定年退職し名誉教授となる。また、聖、土井を誤って、ドイトを多く読まれたことを受け返せ。 しかし晩年には、両性の読みの誤りを訂正することを止めたため、両方の表記が多く残っている。1941年の先人君の文体作成について、島崎東村、佐藤総之助と共に参画した。仙台空襲にあって、住居と三万冊に及ぶ蔵書を失った。戦後占領期に、監視聴子が廃れたため、効果の作詞に、 ほぼ専念する。1950年に、詩人としては初めて文化勲章を受賞文化功労者、仙台主名誉市民。1952年、急性肺炎のため死去した。祭祀に次々と先立たれたことで、心霊学にも関心を示すようになり、1946年には、財団法人日本心霊科学協会の設立に、 顧問として関わっている。また、日本全国の学校の校歌を作詞したことでも有名で、特に、浅水小学校などの校歌は有名である。母校である、木町通小学校の校歌も作詞した。1967年、万水が作詞した校歌を集めた歌集、万水先生校歌集が作られたが、 色が多いとされており、いかに多くの効果を作ったか推測できる。妻の土井愛は、方言研究家。長男の土井英一はエスペランティストだったが、東北帝国大学在学中に死別した。次女の夫は、英米文学者の中野義男だが、若くして死別した。その長男、中野義行も18世紀イギリス文学研究者で、ある。帝国文学。 反省雑誌に掲載した作品をまとめた、天中城は、久保天水と、高山貯牛が白文館の大橋音羽を説得して、出版させたが、年々版を重ねる公表で、島崎藤村と並び称されるようになった。歌41編に、カーライル、シェリー、ジョルジュ・サンド、エマーソン、ユゴーについての詩論と、詩人論の小役を収めている。 諸葛孔明の生涯を題材にした、星落ち秋風五条元は、漢詩の書き下ろし風の五十七町で、広く愛称され、第一章は軍歌にも取り入れられた。高山貯牛は、町において、藤村に及ばず、地においてはついに羽衣に劣る。されどもその層の、高くして、城の、清しきことは遥かにこの二社をしのぐと評した。これらの詩は、瞑想詩とも呼ばれたが、 高山貯牛や日夏幸之助はその本質は、序上師であると述べている。工場の月の作詞者、作曲者という間柄ながら、万水と滝連太郎はたった一度だけしか会ったことがない。それは万水が、欧州留学中の1902年8月である。前年4月に、ライプツイヒ音ン学院に留学した滝連太郎が、肺結核を患ったため帰国することになり、 ベルギーのアントワープから日本郵船の大型客船、若狭丸に乗った。同船がイギリスロンドン郊外のティルベリーに寄港した際、バンスイは姉崎正春と共に、滝連太郎を見舞い、両者は最初で最後の対面をした。邦楽家、宮城道夫は、土井の歌詞作品、春の夜を総局で作曲、諸女作、水の変態に次ぐ、第二作品として知られている。 刺繍など翻訳主な効果投資町村下社課等、福島県藍津若松市、鶴ヶ城には、工場の月下日と共に、土井晩水の共像が立つ土井は、大学卒業後、育文館中学校の英語教師、その後旧生、第二高等学校の英語教師となった。国文学者と思って受験した生徒が多くいたという。また、拡張高い授業を期待した生徒もいたが、 ただ英文を読んで翻訳するだけの授業であったと言われている。英語の発音は仙台弁丸出しであり、当時の生徒であった小野寺51は、ファーザーマザーを、ファザルマザルと発音していたと解雇している。土井が晩年を過ごした仙台市内の住居は、現在、晩水騒動として、同志青葉区の青葉通り沿いに残されている。 これは、土井の教え子や仙台市民の有志が中心となって1949年に建設されたものである。後1980年代に、この騒道の近くを通過する道路が、土井にちなんで、万水通りと命名されたが、それを知った土井の子孫が、パブリシティ圏の侵害であるとして、仙台市を訴えるという事例が起きている。孫の中野義幸著 仙台、万水騒動の天末詩人、土井万水旧宅敷地,地上等をめぐる、紛争の内幕に詳しい経緯が記されている。ありがとうございます。